はい、笹田でございます。上司が教えてくれない営業のコツ、今日は事前調査についてお伝えをしていきたいなと思います。前回 YouTube でコメントをいただいておりまして、ちょっと時間が空いてしまったんですけども、スピンオフについて解説をさせていただきました。で、そちらを見ていただいてですね、そこで営業の必須スキルとして何を身につけておかなければいけないですかということで、まあ、前回ご紹介させていただいたスピンオフはまさにその一つなんですけども、じゃあ話す手前でどういうリサーチをしておくべきかっていうことについて今日は解説をしておきたいなと思います。で、まあ、事前調査であったり顧客の調査みたいなことをする大前提というか、そもそもの目的についてまずお伝えをしておきたいんですが、そもそも事前調査や顧客のリサーチをする目的っていうのは2つありますと。で、1つは前提の確認なんですね。お客さんはどういう世界で生きているのか、どういう言葉を使っているのか、今お客さんの世界では何が起こっているのかっていう前提の確認をしないまま営業することはできないわけですよ。なので、お客さんは今どういう世界観、社会で生きているのかっていうことをしっかり確認しておくのが必要になりますので、その前提確認っていうところがまずポイントの1個目にあるということですね。はい。では、その前提の確認をする上でどういう分析をするのかっていうところ、まあ、この前提確認とか顧客の状況分析っていうところで考えると、まあ、フレームワークっていうのがまあうまく使えるというか、まあ、そこに当てはめておくと、まあ、ミーシーでまあ抜け漏れなくですね、確認することができるので、まずそこについてお伝えをしておくと、一つはペスト分析と呼ばれるもの。で、もう一つが 3C 分析ですね。で、どちらもまあ頭文字を取ってるわけなんですけど、ペスト分析っていうのは、政治、経済、社会、技術。ですね、政治、経済、社会、技術というところで、まあ、要はお客さん、まあ、日本っていうマーケットで仮に営業してますっていうことでいけば、まあ、日本の法律どうなってんのみたいなのが、まあ、普通に情報として入ってくると思うんですけども、そのお客さんが所属する業界であったりとか業種みたいなところでも、まあ、細かいルールであったりとか、まあ、村ですので、その業界って。なので、村の中の掟みたいなものが、どういうものがあるのか、みたいなことを確認しておきましょうということですね。で、そこを見ていくにあたって、その政治的な部分ですね。例えば、それも政治も日本の政治だけではなくて、それこそ海外どうなってるかみたいなことを確認しなきゃいけないケースもありますし、まあ、今、村って話をさせてもらいましたけども、組合とかね、そういったところはどういう状況なのか、みたいなことも確認をしておく必要があると。で、あと、技術的な部分もそうですね。で、業界の営業してますみたいなところでも、その外的な要因ってどういうものがあるのかみたいなことも確認をしていかなきゃいけないので、まあ、代替する技術がどういうものがあるかみたいなこともリサーチをかけていかなきゃいけないと。なので、お客さんは今どういった状況に身を置いているのかみたいなことはしっかり確認をしておく必要があるので、まあ、ペスト分析っていうところがまず1個ですね。で、もう一つは 3C 分析っていうことで、これもまあ頭文字取っているものですね。顧客、競合、自社というところです。で、顧客っていうのはお客さんの、要はお客さんで誰なのみたいなことも確認をしておくことによって、お客さんがどういう状態なのかっていうことが見えてきたりとか、あとはその競合ですよね。ライバル企業がどこか。で、今さっきちょっとお話もさせてもらいましたけど、純粋に競合他社だけではなくて、まあ類似サービスですよね。類似しているもの。例えばカメラとかでいけば、スマホがまさにその競合になりうるわけですよ。なので、純粋な競合だけではなくて、競合他社になりうる存在を含めて分析をしておく必要がありますよということですね。まあ、そういったまあフレームワークでもっといろいろあるわけですよ。 3C 分析ではSWOT分析しましょうとか PBM 分析しましょうとか、いろいろあるんですけど、バリューチェーンとかいろいろあるんですが、まあ、最低限ベスト分析と 3C 分析はやっておく必要がありますねっていうところが前提の確認ということになります。で、もう一つは仮説立てですね。営業っていうのはお客さんの課題解決だったり悩みを解決するのが仕事ですので、こういうことをやった方がいいですよっていうのが、まあ、ざっくり言えば企画の内容なわけですよ。だから企画イコール提案ですよね。じゃあその企画を立てるためには、お客さんが今こういう状態であるはずだ、きっとこういう状態だ、こういう悩みも抱えてるはずだっていうのを、前提の確認が終わった後に、自分だったらこういうことができる、こういうことをやった方がいいと伝えられるっていう仮説を立てる必要がありますと。なので、前提確認と仮説立てっていうのはセットで、それをお客さんに伝えるから提案になるっていうことなので、事前調査ではまずこの前提確認と仮説立てっていうところをまあ意識してやる必要がありますねということですね。じゃあ、顧客のリサーチっていうものは何をすればいいのかなんですけども、最低限やらなきゃいけないことはですね、6つポイントとして挙げてます。1つが企業ホームページの確認ですね。要は自社、その 3C 分析の自社って話をさせてもらいましたけど、お客さんは今何をやってるのかとか、ホームページの情報っていうのはお客さん自身が、これから営業する相手自身が世の中に発信したい内容をまとめているわけなので、それを伝える必要は当然ありますよねと。なので、まずそれを理解する。企業ホームページの出ている情報ですとか、ニュースとかですね。そういったものをしっかり見ておきましょうということと、どういう言葉を使っているのかみたいなことも確認をしておく必要があるということですね。で、ここは、まあ、企業ホームページの確認というところがまず一つです。で、二つ目が新聞とかメディアの掲載情報
です。これは何を今タイムリーに行っているのかみたいなことを確認するのも一つですし、過去どういう推移を歩んできているのかみたいなところも確認するにあたってはポイントになってくるかなというところです。なので、まあ新聞とかメディアでどういう発信をしているのかであったりとか、例えば記事とか、あとはインタビューとかですね、インタビューとかされているものとかがあればどういう考えなのかみたいなところ、事実何をしているかだけではなくて、その事実やったこととか施策とか取り組みに対してどういう思いがあるのかみたいなこととかも分かっていると営業よりしやすくなりますねというところでございます。なので、まあ新聞とかメディアの情報もしっかり確認しましょうということです。で、次が Google でニュース検索ってこと、まあ新聞メディア情報を確認するのと重なるんですけども、まあ、要はそれ業界の情報であったり状態みたいなところの確認をしておく必要がありますので、その上では Google でニュース検索していくっていうところ、私これ必須でやってますということですね。で、これは会社名だけでは、会社名ではもちろん検索もしますし、競合他社のリサーチをする上で競合他社の社名検索をしたりとか、競合が何やってるのかみたいなものを知っておく必要がありますからね。であったりとか、あとはその業界の名前とかですね、サービス業とか飲食とか、あとはコンサルとか IT とか、まあ、そういったキーワードで検索をすることによって、今世の中どんな動きなのかみたいなことも確認をしておく必要がありますということですね。で、次はまあ業界のメディア雑誌っていうことで、業界誌とかあるわけですよ。私人材業界にいたら、その人材業界の雑誌とかよく購読化してたんですけど、そこの人材業界の雑誌だけではなくて、そのお客さんの情報ですよね。メーカーとか、コンサルとか、まあそういう何々雑誌、メディア業界誌っていうのがあるので、業界誌であったりとか業界のメディアとかは、まあ適宜しっかり確認をしておきましょうということでございます。で、最近でいくと SNS でもそういった発信が出てたりとか、まあタイムリーな情報でいくと、Twitter とか、そういったまあリアルタイムな情報出てるものもあるので、まあそういったところも、Google 検索だけではなくて、Twitter とかで検索いただくみたいなことも必要かなというところです。まあB2C でいけばインスタとか、そういったところもありかと思うんですけど、B2B 向けの、ビジネス、法人向けの営業ということであれば、Twitter とかがまあ一番情報としては吸い上げやすいかなというところで思っているところです。はい。で、次がまあ商談相手の競合たちの動きの確認というところ、さっきちょっとお話もさせてもらったんですけど、まあ何社かピックアップをして、その競合他社のサイト、ウェブサイトとかですね、まあ、それこそ Google で検索するとか Twitter で検索するみたいなことでも確認いただくのが大事かなというところです。で、最後がまあ、ポイントとして挙げているのは自社の競合他社の動きです。自分の競合他社が今どんな発信しているのかみたいなことも確認しておく必要があって、これなんでかっていうと、自分以外の会社が何を吹き込んでるかっていうことを確認しておかないと、お客さんの前提っていうのを確認できないからですね。要はお客さんが何かしらの前提を持ってるっていうのは、自分で何かを考えたっていうケースもあれば、誰かから何か吹き込まれたみたいなケースもあるわけですよ。で、誰が一番情報として吹き込むのか、ポジション投稿するのかって言えば、当然営業している競合他社になるので、まあ、その競合他社が何を言ってるのかみたいなことも確認をしておくと、自分が伝えたいメッセージみたいなところが刺さりやすくなるかなということですね。例えば自社で、うち今めちゃくちゃ安くてみたいなことで価格押しをしたかった時に、競合他社の方が金額安かったってなってしまうと、いや、お宅よりもっと安いとこあるからで終わっちゃうわけですよね。なので、競合他社が何言ってんのかみたいなこともしっかり確認をしておくことによって、お客さんのアプローチっていうのも刺さってくるかなというところです。まあ、ちょっといろいろお話もさせてもらったんですけど、ポイントとしてはまず事前調査をする目的っていうのは、お客さんの前提を確認するっていうことと、自分が提案する仮説を立てるということですね。なので、商談っていうのは仮説の検証、仮説の検証っていうところで、その仮説を立てて検証する、これが商談ですと。なので、ちゃんと仮説を持って商談に臨みましょう。そのために事前調査がありますよっていうところが、まずご理解いただきたかったところ。その上で前提と仮説を立てる上で必要な情報を吸い上げるためには、お客さんのホームページを見るとか、競合他社がどこか確認をするとか、ニュースやメディアを確認する。で、これも今の話ではなくて、過去の歴史とかもしっかり確認しておくと、より反応と習慣、まあ推移が分かってくるということですね。なんで、今なんでこういう動きをしているのかみたいなところは、お客さんのホームページだけ見ても分かんないんですよ。お客さんが今どういう状態、状況に身を置いてるから、こういう取り組みを始めたのか、こういう施策を打ってるのかみたいなことっていうのは、お客さんのことを正しく理解しないと理解ができないので、そこまでしっかり確認をした上で営業していただくのが大事かなというところでございます。まあ、やろうと思えばいくらでもできてしまうんですけど、まあ、終わりなくですね、フレームワークもいくらでも落とし込もうとできちゃうんですけど、どこまでやるかっていうところは、まあ、ちゃんと自分がお客さんこういう前提を持ってるなとか、自分だったらこういう仮説を立てて提案ができるなっていうところまで落とし込めれば一旦 OK かなと思います。はい。で、あとは、営業する上で業種っていうの、例えば人材業界でいくと、本当に全ての企業さんというか、法人さんっていうのがお客さんになりうるわけですよ。要は人手が必要なところがお客さんになるので、全ての業種っていうのがターゲットになってしまうんですけども、広く営業しすぎてしまうと情報の精度っていうのが上がってこないんですよね。なんである程度業種を絞って営業することによって、要は商談を重ねるだけでも情報っていろいろもらえるわけですよね。あ、
あそこの業界の例えばじゃあメーカーの A社さんがこういうこと言ってたっていうのは B 社さんには当然当てはまるよねみたいな風に自分の中でもその慣れ値が溜まってきやすいわけですね。なので、まあ、当然情報としてネットで探すとか新聞見るとかメディア見るみたいなことももちろん大事なんですけど、やっぱり営業として大事なことっていうのは一次情報をいかに吸い上げる仕組みを作るかっていうことはすごく意識をすべきポイントで、そのためには自分が日々が行っている営業活動、商談活動、コミュニケーション活動ですよね。そこでお客さんからもいろいろ教えてもらうっていうスタンスを持っていただくのも大事かなというところでございます。今日なのでぜひちょっと前提と仮説を立てるということを意識いただいて営業頑張っていただければというところが今日お伝えしたい内容でございました。今日の動画参考になった勉強になったなと思っていただけましたらぜひチャンネル登録、高評価ボタン押していただけたら嬉しい限りです。本日は以上です。